もしかして私たちがカップルだとしたらこんなこともするんですかね。何してくるんだ。え、まさか七崎。お疲れ様です、ムービンです。今回も天神やっていきます。前回のパートはですね、クリスマスを七崎と過ごすには過ごせるんですけど、梅原も交えた3人でパーティーするというのが前回のまでのお話です。今回もやっていきましょう。というわけでこっちかな、新作のゲームを予約しに行きます。はい、予約します。買う口実がどうのこうのっつってたけど、まあいいんじゃん、買う口実でもいいでしょ。買いに行きましょうよ。さて、今日はクリスマス中止なまったけどね、クリスマス中止の時に遊ぶゲームの予約でもしに行くか。予約はしなくても大丈夫だと思うけど、万が一ってこともあるしな。絶対中止にさせんきゃ。ははは、そうなれば憂いなしだよ。機嫌いいですね私の裁量なんだけどね、無病に関しては。あれ、あそこにいるのって長崎じゃないか。おっと、長崎とも会える。アドですね。予約して終わりじゃないんだ。ちゃんと会えるんだね。よかったよかった。あ、先輩、今日は早いんですね。こいつダラダラ、下校するときすげえダラダラしてるからな、無病な。なんかまだ人残ってないからなっつって学校徘徊する変人だからな、こいつ。実は駅前に新作のゲームソフトを予約しに行こうと思ってさ。ゲームソフトって？あのイベントに必要なやつね。クリスマス中止の時にみんなで遊ぶゲームソフトだよ。あ、でしたら私も一緒に行ってもいいですか？いいですね。もちろん。もちろん。あ、でも長崎は。大丈夫です。今日は時間がありますから。あ、マジ？じゃあいいじゃん、行こうぜ。早速行きましょう。はい、行きましょう。怒られるかな。知ってる人しか知らないな、これ。え、本当ですか？そのソフトは発売日が延期になりました。マジ。ショック。そうなんですか。どんまいやね。じゃあ僕たちのイベントは。先輩。まあ、別ので遊べばいいんじゃないの、別に。黙っちゃった。せっかく七崎も一緒に過ごせるってことになったっていうのに、あの、先輩、もう帰りましょう。別ので遊べばええやん。うん。ショックなのかな。残念でしたね。まあそうね。うん。まあ。だってゲーム機を買うって話じゃないでしょ。ゲームソフトを買うんでしょ。じゃあ違うので遊べばいいじゃん。先輩、なんすか。いっぱいあるよ、いっぱいあるよ。 いろんな人と遊べるの。マリオパーティーがいい、それともマリオカートがいい。あるよ、ムービー持ってるよ、このおにぎり持ってるよ、えぐいほどゲーム持ってるよ仕方ないですよね。じゃあ代わりにこっちのイベント。ん、どっちのイベント、どういうこと。え、デートじゃん。え、デートじゃんっていうか、腕を絡めてくる。あ、要は、ソフト買えなかったから、ゲームソフトを買うんじゃなくて、デートみたいなことしようみたいな。クリスマス前のカップルの真似です。おー、すげえ、アグレッシブに来るね、長崎ちゃん。それどういう。クリスマス中止が中止になったので、クリスマスに戻しただけですけど。おー、結構ガツガツ来るじゃん。ムビオも男見せろや。おい、ムビオも乗っかってけや、お前も。かわいいな、この子。そういうことか。きっと長崎は僕を励まそうとして、いや、まあ、うん、まあ、それもあるけど。それなのに僕は。よし。え？いや、長崎も甘いなと思ってた。クリスマス前のカップルっていうならもっとこんな感じだろ。おう、乗ってったね。男を見せんきゃ。あ、かわいい反応。どうかな？いますよね、こういうカップル。もう付き合っちゃえよ。そうだろじゃねえ。じゃああんな感じはどうです。どんな感じ。前を歩いてる2人見えねえな。ええ、どれだ。真似をして追いかけてみるか。いいですよ。いいんだ、楽しくなってきたなそうですね。どういうことするのか。ストーキングしてるのね。あれおかしいな、確かこっちの方に来たと思ったんだけど、これは裏路地でキスしてるみたいな、そういうベタなシーンなんじゃないですか。見失った、本当にいるんじゃないか。あれちょっと待てよ、追いかけてきたカップルがいないとなると今の僕たちって二人っきりですね。はい。
もしかしてこうしてると僕たちもカップルに見えるんじゃ。もうカップルの真似をしてるということは必然的にカップルには見えるよね。そうかもしれませんね。いやかもとかじゃなくてさ、僕と長崎がカップルか、なんだかドキドキするな。なんでドキドキしてねえんだ普段。先輩、語りかけてきましたね。何？もしかして私たちがカップルだとしたらこんなこともするんですかね。何してくるんだ。え、まさか長崎。でもこれってそういうことだよな。だとしたら長崎、僕はキスかな。うん、行くしかないよな。ごくり。七崎。あなたたち、キビト高校の生徒ね。そんなタイミングよく来る？うわぁ。別にいてもいいじゃん。こんなところで何をしているの？いてもいいじゃん。あ、いや、高橋先生だ。まだ顔は見られてないみたいだな。それなら。先輩、逃げましょう。なるほど。ダメなの？そうだな。よし、走るぞ。二人とも足早いしな。あ、待ちなさい。え、別によくない？あ、でも夜遅いからか。逃げられちゃったわね。まだ顔見られてないからよかったね。ちらっと後ろ姿を見ただけなのに、捕まえようとしたのが失敗だったかしら。ああ、どうしようとしたかったんですか、あなたは。それにしてもどうして私はこんなことをしているんだろう。どういうこと？クリスマスも近いっていうのに。あ、見回りしてんの？商店街の見回りだなんて、ほんとやってられないわ。相手もいねえしな、この先生。相手いない割にはあれだよね、無病をどついたよね。どついたりぶったたいたりしたよね。まあ生徒だからね、ダメなんだ。ダメなのかな。あんまよくわかんないっす。そういう恋愛は私は知りません。はい。もう爆走だね。二人とも運動神経いいからな。爆笑してますね。すごいオチがつきましたね。確かにね。めっちゃいい雰囲気でキスしようとしたら先生が来るというまさかのね。いやー、厳しいですね。先生に声をかけられた時、心臓が飛び出るかと思いました。いや、これムビオも相当ビビるよね。ビビったと思いますよ。でもなんだか楽しかったですよね。まあ楽しかったけど、無病的には惜しかったんじゃないですかね。あ、それと、はい、今日はありがとな。あ、はい。まあいろいろとね、いろいろとありがとね。じゃあ帰りましょう。そう、帰りましょう、帰りましょう。はい。こうして長崎のおかげで楽しく下校できた。ゲームソフトのことは残念だったけど、これはこれで良かったかもしれないな。うん、長崎には本当に感謝しなくちゃ。ゲージ増えましたね。あれ？これ順調じゃない？あ、いや、順調っていうかあれか。長崎とそもそもレベル3になるのが長崎って一番遅いから、ゲージガンガン増やさないといけないのかな。というか増やすイベントが多いのかな。うん。はい。ちょっとは女の子と仲良くなった？長崎とキスをしそうになったんごが。ああ、高橋先生が見回りに来ちゃったんごね。ううう。あとちょっとだったんご。おほ。誰やねんな。ちょ、セーブしてきますね。寝ます。日曜日だな。あ、有効期限過ぎた。カオルちゃんも放置ですね。まあ、致し方ないですね。やっぱりいろんな子攻略すんのはね、あんましたくないですね。個人的にはね。さて今日は何をしようかな。まあ、日曜日なんでね。まあ、ここから選ぶしかないですね。地震か。地震はやったな。ミヤの部屋に漫画を借りに行こう。クリスマスが終われば今年も終わり。これは何をするんだろうね。地震は前やったんだよね。何すんだろうこれ。漫画借りに行こうか。漫画借りに行くか。じゃあ、休みの日だってのに何もやることがない。いや、正確にはやる気にならない。よし、ミヤの部屋に、漫画でも借りに行くか。いつも通りですね。ミヤはちょっといいか。でも出かけてるんじゃない？ちょっと待て。お、慌ててますね。え、なんで？なんでじゃなくて、着替え中なの。あけんきゃ。
ムービーを開けて。開けんきゃ。そっか、まあ開けないわな。外出中だったか、タイミング悪かったな。もういいよ。うん、ごめんね。それじゃ入るぞ。ね、さすがにね。何の用事なの、ニーニー。顔赤くなってますけど。なんか、どっちかっていうと、なんでこんなタイミング悪いんだ、兄貴みたいな感じの嫌な顔じゃないんだ。いや、漫画を借りたくて。そんな用事？ごめんね。ごめんね、くだらなくて。うん。もう、しょうがないな。ごめんなさい。どれがいいのかな。この間借りたやつの続きを。はい、これでいいよね。なんか、ごめんね、本当に。おう。まったく、タイミング悪いんだから。ちょっと髪の毛もボサってしてますね。ちょっと横に跳ねてません？すまん、サンキュー。あ、折り目つけないでよね、ニーニー。あ、そうね。それは気をつけなきゃいけないね。わかってるって。うん。仮に折り目つけたとしたら弁償すればいいんじゃない？ちゃんと声をかけてよかった。いきなり開けてたら、ひどい目に、どんなひどい目に遭ってたか。まあ、無事借りたことだし、とにかくこの漫画を読もう。こうして、ミヤに借りた漫画を読んだ。うん、ミヤの買う漫画はやっぱり面白いな。また借りに行こう。終わり？これなんか続きありそうだけどね。今度は覗いちゃうみたいなね。そういうイベントもあるね。面白いですね。そういえば、今週はニーニーの誕生日だね。みたいなんですよね、どうやらね。もしかしたらプレゼントもらえるかもよ。リホコちゃんの時は、なんか、しなめにキスって書いてあって。で、それ見てる間にキスされるというプレゼントをいただいたんですけどね。今回何から？奈良崎に何もらえるから？あは、セーブしなくていいか。寝ましょうね。はい。あは、何もらえちゃうかな？あは。競泳水着とか、使用済み競泳水着とかもらえちゃうかな？あは。いやいやいや。まあ、もらえないでしょうね。そんな。涙イベントか。そうね。今、カオルの要は真ん中の段階、レベル3の真ん中の段階でもあれなんで、涙イベントって存在するんだね。どういう発生条件なんだろう、これ。あんまり分かってません。はい。まあ、情けを引き続きやっていきますか。はい。これは放課後。これは朝だから。まあ、これやればいいよね。情けは猫を慣れている。驚かさないように近づこう。というわけでやっていきましょう。はい。お、黒猫いるやんけ、早速。なんとなく、校舎裏に来ては見たけど、これといって、なんで暇なタイミングで校舎裏に来たの、お前。あんまよくわかんねえ、その行動。あそこで猫を撫でているのってもしかして長崎なのかな？しかもあの黒猫はこの辺りでたまに見かけるやつだよな。もしかして校舎裏に、居ついていたのって、長崎が可愛がっていたからなのか？あ、そういうことか。よく、ここで黒猫を見るということね。なんだか長崎に撫でられて気持ちよさそうにしているな。よし、猫を驚かせないように泣き真似をしながら近づいてみるか。コホン。にゃー。え？え？え？にゃーん。先輩。あ、猫が。ふにゃー。ごめん。ダメだったか。逃げちゃいましたね。くっそー。ムービオー。ごめん。仕方ありませんよ。あの子、人見知りしますから。なるほどね。いや、これは何としても攻略したインゴで。あの子か。確かにあの猫ってこの辺りにいるやつだよな。ええ、プーって言うんですよ。プーっていうの？無職じゃん。これ分かる人、今の世代プーって言わないのかな。ニートっていうよね。へえ、黒猫のプーか。黒猫のプー。なるほど。長崎の友達って感じなのかな。そうですね。そうかもしれません。あ、さっきのプーはあれですね。無職のことをニートじゃなくてプー太郎って言うんですよね。これ世代バレんじゃないか。大丈夫か。だとしたらなんだか気持ちよさそうだったのも納得だよ。え、ほら、長崎にあやて撫でられてさ。そうでしょうか。うん、多分ね。なんだか羨ましいくらいだよ。え、僕も撫でてほしいな。あは、あ、もしかして先輩も撫でてもらいたいんですか。こういう時うんって言うんじゃない、こいつ。いや、言わないんかい。あ、いや、そういうわけじゃないけど。そう
なんですか本当にいいのみたいな、本当にいいんですか、正直に言えば投げて撫でてあげますけどねみたいな言い方な感じがした。別にいいですよ、お撫でてあげても。撫でてもらおうから。あ、来てる、こっち来ますね。先輩、少ししゃがんでもらえますか。おお、あ、うん、ちょっと下になったね。え、なでなでどうです、羨ましい、気恥ずかしいな、ママミがすごい、バブミやん。バブミって言ってもでもあれだな、バブミって言うとバブミ警察に叩かれそうだな。なんか もっとロリじゃないと、ちょっとバブミじゃないよねみたいな言いそう。先輩の髪って綺麗ですね。え、マジ？そうそう、はい、いや私毛量少ないですけどね。ムビオはまあ結構生えてますからね。ちょっと髪の毛、目ちょっと隠れるぐらいついてます。あれん、ついてる、生えてますけど、私は全然生えてないんでね。いや、こんなこと初めて言われたよ。でも本当のことです。イチャイチャしようって。そっか、なで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 。長崎の手って不思議だな。日向みたいな、日向じゃないな、日向、あ、日向って読むな、これ。日向みたいな、暖かさがある気がするよ。うん、なんだかすごく安らぐような。どうですか。うん、なんだかすごくいい感じだよそうですか、いい雰囲気やん、仲良しじゃん。なんで付き合ってないんだろう、付き合えよ長崎、ありがとう。え、でも、でも、ん、やっぱり少し照れますね。これ照れない方がおかしいぞ。そうだな、これ照れない、なかなか照れないってすごいぞ。それじゃあ私はそろそろ。なるほどね。ちょっと水泳部の部室に寄ってから戻ろうと思ってましたので。ああ、そういうことね。まあ、ここから覗けますからね、確か。すみません、別にいいよ。はい、それでは失礼します。また撫でてほしいな、あは気持ち悪いぞみたいなね。まさか長崎に頭を撫でてもらうことになるなんてな。でも想像してた以上に気持ちよくて、なんだか得した気分だよ。またそのうち頼んでみようかな、あはこいついいんじゃないですかね、イチャイチャする分には。で、これが放課後だから、今取れる行動が5個、全部会話か。これが、明日か。遠いな、これに関しては。え、これに関して遠いっていうか、これあれじゃん。多分アタックじゃん。遠すぎじゃね、そもそも。じゃあ、待って、どちらにせよできないんでしょ。どちらにせよできないんだったら、会話1回ぐらい挟んどく。期限が短い会話はどれだ、これとこれか。あー、2個だ。上の2個だね。じゃあ、やっときますか、今のうちに。1個目を消費していきましょう。今回初の会話ですね。あ、先輩、ちょうどいいところに。お、探されてたようですね。どうかしたのか？はい。その、今、先輩って、少しお時間ありますか？あります。無限に暇です。私、ちょっとでも先輩とお話がしたいんですけど。ちょっとでも。これはしなきゃダメですね。今か？どうしようかな。選べるんかい。いいようにしときましょう。はい、いいよ。本当ですか？本当だお。僕も長崎と話がしたいと思ってたんだよ。ではいいタイミングだったんですね。そうですね仲良し。はい、いつも通り埋まってますね。運動か、無難に運動を投げたいところはあるね。運動ダメ、くっそ、無難じゃねえじゃん。まあ、そういうこともありますね。はい。例えばの話なんだけど、てんてんてん。って僕は思うんだ。うん、まあ、たまにはそういうことがあるかもしれません、ね。あまり共感を得られなかったようですね。まあ、そうだよね。あまり興味がない技だったみたいだな。ちょっとあれやな。そっか。運動が入らないか。運動、どうだろうな。まあ、全然空いてないもん。まあ、おしゃれか、食べ物の中間あたりをちょっと聞きたいかな。食べ物。
え、食べ物はそこ？はい、だいぶ絞られましたね。楽じゃん。どうしても一度は食べてみたいものって何かある？まあでもここ中…これというものはありませんが、世界の三大珍味には興味がありますね。喜んだけど、あの中盤のテンションの2ターン目だからな。ちょっとあれだよね。これというものもないけど、三大珍味あれか。キャビアとフォアグラと、なんだっけ、あと1個。トリュフか。トリュフですね。うん。話にはよく聞くんですが、どれも食べたことがないので。私、フォアグラだけ食べたことありますね。なんか、うまいかと言われると、いやっていう。なんか、うまいけど、なんか、その値段で、肉もっと食いたいみたいな庶民舌ですね、私は。そうなんです。なかなかないですかね、食い機会なんて。3ターン目ね。食べ物、おしゃれ、食べ物かおしゃれ投げたいところはあるけどね。どうしよっかな。娯楽とかもいい。ここら辺だったらいいんだよね。なんか要は 1,2,3,4,5,1,2,3,4 でしょ。9だから中盤、まあ、中盤って言うと娯楽食べ物おしゃれなんだよね。じゃあ娯楽どう？娯楽一番左じゃん。やった。なんか今回運良くね。あ、でもわかんねえな、後半。まあね、なんかこう結局4ターン目で下下がっちゃうケースもあるからね。ハマってるものというと、なんとも言えないよね。うん、ハマってるもの。なんで顔赤いの？なんで顔赤いの？待って、文章変だった今。最近ハマってるものってあるったよね。合ってるよね。なんで赤いの？いえ、今はありませんね。何、先輩に夢中みたいな、そういうこと？何かハマるものがあったら僕に教えてくれよ。はい、わかりました。どういうこと？なんで赤くなったの？なんで赤くなったの？娯楽だよね。娯楽だよね。恋愛じゃないよね。恋愛じゃないけど、先輩ってこと？今の。まあ。食べ物、娯楽、おしゃれあたり投げていきますか。また食べ物とか。ああ、食べ物左ですね。うんうん。あと右ですね。何先が最初に覚えた料理って何？何ですかね。確か、カレーだったと思います。まあ、比較的作りやすいしね。いいね。簡単なものをということで、お母さんと一緒に作ったんです。まあ、簡単だし、うまいしね。味はどうだった？美味しかったと思いますよ。うん。喜んで食べた記憶がありますので、まあ、安定してうまいしな。なるほどね。はい、いいですね。でもこれ3つか、意外と埋まってねえな。食べ物1つアタックだからな、多少ぶらしてもいい気がするけど。運動とか投げとか。運動ダメか。難しいな、やっぱ何も埋まってないのきついわ。例えばの話なんだけど、これダメですね、外れパターンですね。って僕は思うんだ。まあ、たまにはそういうことがあるかもしれませんね。たまにはあるかもしれないね。あまり興味がない話だったみたいだな。うわー、結構きついな。4つぐらいは当てときたかったな。そろそろ時間ですよ。そうね。いや、本当だ。私はもう戻らないといけませんので。3つか。まあ、5分の3だったらいい方でしょう。あの選択肢の量だと。お話の続きは、またの機会にお願いします。わかった、そうしようか。では失礼します。またね。楢崎はな、ノーヒントだからな。なんかなんだっけ、リホコとカオルちゃんと中田さんは少なくてもノーヒントじゃないんだよね。あるんだよね、最初からね。森島先輩は私やってないからわかんないんだよな。あるかもしんない。これは後半まで使えるね。これは放課後だからもう一回やっとく。どうしよっかな。待って、ゲージちゃんと見てないけどさ、多分5個空いてるんだよね。だからあれもどうなんだろう、あんまわかんねえな。埋めとかない方がいいのかな。どちらにせよ遠くにあるアタックちょっと見るか。これか。いつから？来週の、火曜からか。火曜以降からかな。まあアタックっぽいよねこれ。どちらにせよ遠くにあるし、現時点でわかってるし。で、来週の火曜からだから、これはん？待って、来週の火曜遠くね。これ終わっちゃうじゃん、そもそも。じゃあ話していいか。じゃあ話して今回のパートを区切りますか。話しちゃっていいねこれね。使っちゃっていいね。
まあ、ゲージをマックスにしてから使いたいという気持ちはないわけじゃないけど。あ、先輩。はい。ちょうどいいところに来てくれたな。え？今って時間大丈夫か？ちょっと長崎と話がしたいんだけど。あ、はい。全然大丈夫です。いいっすね。そうか、それならよかったよ。え、私もちょうど先輩とお話を。え？ドキ。あ、なんでもありません。ドキンコドキンコ。それよりお話を。そうだな。話していきましょう。全然わからんちん。また運動、いや、運動今回全然ないんじゃが。待って、私が投げてないだけなんだ、でもな。前回、一個前の会話では、ハイの1ステージ目、1ターン目で、運動が含まれていなかったから、ひよったけど、まあ、基本的に運動多いと思うんすよ。どうすか？お、2個あるパターンじゃん。続きパターンじゃん。あ、これいい。これラッキーだね。今のうちに解放されてんの。水泳部のトレーニングって厳しいの？厳しいと思います。大変じゃん。じゃあ単純、私が塚原先輩をはじめとして他の部員も頑張っていますから、まあ一緒に頑張ろうぜみたいなところがあるんだ。私は一人じゃないという感じですね。いいっすね。すごく練習にもやりがいがあるんです。まあそうね、やりがいがないと続かないですからね、何事もね。それはいい環境じゃないか。はい、私もそう思ってます。まあ、塚原先輩はね、いい先輩っぽいしね。目つき怖いけど、目つき怖いけど怒られちゃうね、そんなこと言ったら。2ターン目も何も空いてないんごね。2ターン目は運動投げてすらいないのか。2ターン目、あ、違うか、前回1ターン目で下がっちゃったから、じゃあまた運動投げますか。あ、運動一番左か。じゃあ勉強と世間話はないのね。うん、長崎が尊敬する水泳の選手って誰。ああ、誰なんだろう。尊敬ですか。でもなんかそういうのに憧れが持って始めたわけじゃないから、どうなんですか。うん、たくさんいますけど、あ、一番身近な人で言うと塚原先輩です。まあそうでしょうね。みんなに愛されてそうですね。なんだ、有名人の選手じゃないのか。はい、本当に尊敬できる先輩なんです。私もあんな風になれたら。まあ七崎ちゃんあれだよね、塚原先輩すごい好きそうだよね。性格合ってるよね。七崎ならなれるんじゃないのか。そんなことは。まあ、系統も近いイメージありますよ。大丈夫、きっとなれるよ。はい、ありがとうございます。うん、なれると思う。森島先輩が塚原先輩になろうとしたら100億パーセント無理だけど、長崎だったらなれるんじゃない。森島先輩とかだとタイプが真反対なイメージあるけどね。うん、ここが娯楽だけ埋まってんのか。じゃあ娯楽いこうか。あ、行動とかおしゃれとか恋愛なんのイメージあるね。食べ物ここではない。あ、どうだろう。なんとも言い切れないけど。恋愛、おしゃれ恋愛行動だと思うね。エッチか。まあ、エッチもありえるんだよな。エッチ今のうち埋めとくか。いや、埋めるなら4ターン目なんだよな。3ターンにそもそもあるかわかんないし、ね。恋愛投げていきますか。え、恋愛2マスじゃん。やった。これ来てるね。これだいぶ来てるよ。長崎は好きな人ができたら告白したい。それとも告白されたい。これ聞いとって、これ聞いときまとうよ。どうでしょうね。神々。聞いときまとうよ。どうでしょうねって言われちゃった。悩ましいところかな。そうですね。どっちだどっちだ。ムビロ聞いとけ。ムビロじゃねえや。ムビロ聞いとけ、うん。お前がいざというときどっちをするかっていう話になるぞ。なんだか真剣だな。されたいか？どっちだ？多分ですけど。おお。自分の思いに確信が持てたら自分から伝えると思います。めっちゃ真剣な目してるね。なるほどね。はい。ってことはいつか告られるってことかな。まあ多分好きでしょうからね。食べ物より左かと右か。多分運動なんじゃない、一番左。運動投げときますか。あ、やっぱり運動多いね、この子。なん、あの、ハイテンションテンションがハイの状態での1個目になかっただけで、やっぱ運動多いですね、この子ね。七崎は、弟と一緒に運動することってあるの。はい、時々ですが、してますよ。キャッチボールとかしてたりすんのかな。どんなことすんの。そうですね。最近だと、縄跳びや逆上がりの練習なんかを。まあ、できそうですね。そういえばそういうことを練習する年齢だもんな。確かにね。小学校2年生だっけ。え、そうなんです。そこら辺のなんだろうな、スポーツっていうとかけっことか縄跳びとか鉄棒ってイメージがある。うん、まああと1個は無理に埋めらんなくてもいいや。
何がダメだった？あ、運動投げたけどダメだったのか。じゃあ、そうだな。また真ん中ら辺の狙っていくか。じゃあ、娯楽、食べ物、おしゃれあたりで投げていきたいけど。食べ物。ダメかい。意外と難しいな。端っこに寄ってるパターンかな。そうなるとね、真ん中から狙いましょう作戦うまくいかないんだよね。難しいですね。まあ、3つだしな、そもそも。よし、というわけで、今回のパートは以上にしようかなと思います。あ、時間もいい感じなんでね。はい。次はですね、放課後なので、こちらのね、プール。長崎のそばにいた今すぐプールに向かおうっていうストーリーを埋めていきます。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。